皆さん、こんにちは。オンライン日本語 N1 のコースです。今回は語彙を勉強しましょう。それでは、スライドをシェアします。まず、第1課。1回目の語彙です。1回目の語彙では1番から30番までを勉強します。じゃあ少し見ていきましょう。実績。それでは皆さんもどうぞ。実績。実績は実績がある。実績を積む。実績が上がる。実績を上げると使います。実績が上がるは自動詞です。そして、実績を上げるは他動詞です。同じ漢字ですけど、がとげで自動詞と他動詞違います。次は人柄。どうぞ。人柄は人柄がいい。人柄のいい人。人柄を見ると使います。次は自首。どうぞ。自主的に勉強する。彼は自主性がある。自主制作の映画。自主です。そして、おいて。どうぞ。おいては、まず、一番。場所の意味があります。何々で、何々にてという意味です。例えば、明日の会議は東京支社において行います。明日の会議は東京支社で東京支社にて行いますと同じ意味です。二つ目は、時間。何々の時にという意味です。例えば、コロナ禍において仕事がリモートワークになった。コロナ禍の時に仕事がリモートワークになったという意味と同じです。3番目は、場合、事柄です。何々について、何々に関してという意味です。例えば、彼女は仕事においても目覚ましい功績を挙げている。彼女は仕事について、仕事に関して、とても素晴らしい功績を挙げているという意味ですね。そして、最後、話題の焦点というのもあります。焦点というのはポイントですね。何々について、何々に関してという意味です。例えば、皆様におかれましては、ますますご活躍のことと存じます。これは、日本の手紙を書くときによく書く文です。皆様については、皆様に関しては、ますます活躍をしていると思います。という意味ですね。いかがでしたでしょうか？ AOJ ランゲージスクールのフルレッスンを受けたい方は、ぜひ参加してください。皆様の参加をお待ちしております。それでは、よろしくお願いいたします。